スワックの記憶装置スワックは1950年に米国標準局がカリフォルニア州ロサンゼルスで開発した第一世代のコンピュータである。設計者はハリー・ハスキー。同時期に開発されたシークと同様でもっと強力なコンピュータが完成するまでのつなぎとして NBS 内で使用するために短期間で開発した小型のコンピュータである。 2300本の真空管で構成されている。256ワードの主記憶装置を備え、ワード帳は37ビットである。命令は7種類で、加算、減算、乗算、比較、データ抽出、入力、出力である。数年後に、次期ドラムメモリが追加された。スワックが1950年7月に完成した時、世界最高速のコンピュータであった。 この記録は1年後にイヤズマシンが登場するまで破られなかった。2つの数値の加算を行って、結果をメモリに格納するまでに64マイクロ秒かかった。同様に乗算は384マイクロ秒である。NBS は1954年までこれを利用し、その後カリフォルニア大学ロサンゼルス校で改造しながら1967年まで利用された。 UCLA では1時間40ドルで課金された。1952年、ラファエル・ M ・ロビンソンは、スワックを利用して5つのメルセンヌ数を発見した。当時としては、最大の素数であり、157桁、183桁、386桁、664桁、687桁の数値であった。ありがとうございます。